カブトウオ,オカは、クジラを重くにところ属する魚類の分類群の一つ。カブトウオ,オなど中層、表栄性の深海魚を中心に豪族36種が記載される。加盟の由来は、ギリシア語のメラノスとアンフィーから。カブトウオ,オカの魚類はすべて海水魚で、北極海と地中海を除く、世界中の深海に幅広く分布する。 水深1000メートルから3000メートルにかけての全身層に多く海底から離れた中層を漂って生活する氷栄性深海魚のグループである。本カ魚類の生態については不明な点が多い。食性は肉食性で大きな口で浮遊性の甲殻類を主に捕食すると見られている。一部の種類はクラゲなどゼラチン質の浮遊生物を主な餌としている。 鎧銀メスコープラガダスマイザレピスマイザレピス。甲冑のようなイカツイ頭部と円筒形の体、大きな鱗が本家魚類の特徴であるカブトウオカの仲間は全体的に丸みを帯びた円筒形の体型を持ち、最大でも全長15センチメートル程度の小型魚類である。糞は短い一方、口は体のサイズと比べ非常に大きい。 頭部には、トゲや突起が発達し、独特の、ゴツゴツした要望を呈する。ウロコは大きく脱落性で、生涯に何度も置き換わる。側線を持たず、1から2個の穴毛を有するにとどまる。背びれは1つで尻びれよりも前方に位置し、1から3本の弱いトゲ状を持つ。腹気は胸あるいはやや後方に位置し、1トゲ6から8難状。 近縁の冠金目大下では、副気は腹くらいで、トゲ状を描き、両者の明瞭な鑑別点となっている。尾ひれの前方に3から4本のトゲ状を持つ。椎骨は24から31個。カブトウオガには、ネルソンの体系において五族36種が認められている。本校では、フィッシュブイスに記載される五族56種について、リストする。カブトウオ族の一種。 主に北、大西洋に分布する、千尋カブトウオポーラミトラアセティンズ。水深5320メートルからの記録がある、カブトウポーラミトラクラセセプス。東部に多数のトゲを持ち、最大で10センチメートルほどに成長する、カブトウオ族の一種。フィリピンからハワイにかけての太平洋に分布する、本カブトウオ族の一種。南極周辺の海域から知られる、 非常に稀な種類縦カブトオスコープロブリックスロブストゥス。世界中の深海に生息するが、インド太平洋の古体群と、その他の海域では、形態学的な差異が見られる、鎧銀目属の一種。体長は12センチメートルを超え、本館魚類としては、比較的大きくなる。ありがとうございます。